試合に出て非常に落ち着いて入られてるので、ご自身の感触としてはいかがでしょうか。昨年の経験が今年は非常に生きているというふうに思います。そこの皆さんがどんなプレーを見せていきたいですか。リーチを生かしたセーブだったり、クロスへの対応をしっかり見ていただければと思います。最後に後半に向けてご覧の皆さんにメッセージをお願いします。後半戦一つ目